はい、皆さんこんにちは。今日もセトルメントライジングやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回街の基礎的な感じを作りました。タウンセンターに住宅ですね、そして食料を確保しています。こっちか、こちらが、集会所ということで、採集小屋ですね。いろいろな食べ物とか集めてきてくれます。そしてこちらが狩猟小屋ですね。鹿さんから皮と肉を持ってきてくれます。でこちらが木を切って、木が少ないところはまた木を植えてくれると、循環していますので、これ1個あればしばらくは木に困ることはないと思います。そしてこちらは、丸太の方を薪に変えてくれるところですね。これで冬の方は各家庭に丸太が行くので問題ないと思います。ではここからさらに頑張って発展させていきましょうか。現在人口は24人で32人までの住宅はありますので、一応これでいいかな。来年、今10月ですので、来年ぐらいになったら少し増やしていきましょうかね、家の方は。それでですね、あと現在ここまでしか建てれるものがないんですが、こっちからあとはそれぞれに必要なものを、建てた後に人口が、これだと30人いっていないといけないとかいろいろありますので、これだと75人ですね、燻製場作るの。ということでこちら作れるようにしましょう。畑の方が結構食料助かりますので、早めに畑は作れるようにしましょう。堆肥小屋の方を、作りましょうかね。これ家の排泄物とかを取って、家の幸福度を維持するといったものです。家の近くに建てるとみんな嫌がるので、土地の価値観下がってしまって嫌がってしまうので、遠いところ建てていきましょう。こっちの方はあんまり家建てるとかないと思いますので、こっちの隅っこの方にちょっと建てておきましょうかね。こんな感じで、あとは道さえつけておけば問題はないでしょう。よし、こんな感じかな。でこれによって魚小屋の方もいけるし、でも肥料が若干遠いですね。肥料を使うところに持っていくのがちょっと遠いですが、仕方ないでしょう。でこちらは倉庫がいっぱいなのかな、建物のストレージがいっぱいなので、このストレージから、こっちのオープンストレージの方に持っていってもらうまで何も入れれません。鹿さんの方はちゃんと取れてますね。はい、ここで解体してくれてます。ここもストレージいっぱいだ。お肉が59。では、どうしていこうかな。ストレージとかももうちょっと作るか。ストレージ関係をもう少し作っていこう。どこかな。ここに作りましょうかね。魚釣りと堆肥小屋のそばに一軒作るのと、木を植えてくれるところにももう一個作っておくか。いろいろなところから荷物取り出すようにしていきましょうか。まだここだと薬草が切れるよというので、こうしておきましょう。で、建築も結構時間がかかりますね。労働者の方は4人なので、4人で作るので、少しかかりますので、とりあえず一旦これで全部立つのを待ちましょうか。さあ、冬は厳しいですね。マイナス6度とかになってます。そして、これ、家に薪とか持っていくのかな？食料ですね。食料とか薪も不足してきましたので、みんな持っていっていますね。そして、ハーバリスト作業場が必要ですと。誰か病気になったんですね。はい、こちら、風邪をひいた人が1人増えてきたので、ハーバリストの方を、作ってくださいよということみたいです。作らないとまだダメかな。まだ多分薬の方ハーブはあるんですけど、薬用の根の方を取っていないのかな。根の方がないので実際は作れないんですよね。そして思ったより木材がないな。倉庫に入ってるのは6個だけということで、地面に落ちてるやつとかが結構あるのかもしれません。見た感じは分かりませんね。あとこっちもなんか切るようにはなっていましたので、多分ここらの木も合わせて合計23あるということみたいですね。とりあえず建物の方まだまだ建っていませんので、もうしばらく待ちましょうか。
さあ、暖かい季節になりましたね。ただ問題もいっぱい出てきました。完全になってる人が5人いますね。風邪ぐらいならなんとか、感知すると思いますが、そして次に不足してきたものが、洋服がないよ。あ、洋服本当だ、全くない、ということで洋服を作ってくださいということですので、こちら、洋服を作るところを作っていきましょうか。これが洋服なんですけど、靴とかも確かあってバラバラなんですよね。家のそばじゃなくてもいいか。こちら側に少し、家と別側ですね、洋服とか作っていく場所を作っていきましょうか。洋服ととりあえず靴かな。靴も作っていく。さらには、あんまいっぱい立ててもダメなんですけど、ちょっと一緒に立ててしまいましょう。忘れるといけないので、こちらハーバリストの作業場の方も立てていきましょうかね。これどうしようかな。道作って、こっち側に行けるようにするか。ここもちょっと伸ばしていきましょう。あんまり道伸ばすと、道を作る人で人取られてしまいますので、こんなもんにしましょうか。ここいいね。薪、そして木材がすぐ置けるので、結構溜まりやすくなってるかもしれません。木の方も86になりましたね。食料の方は16。そして9ヶ月以内にマックスあると。ほとんど生物なので、腐りやすくはなっています。で、あと、やばいな。幸福度が減っていってますね。土地の価値、靴。やばい、靴もない。病気の方は結構治ってきましたので、大丈夫じゃないかと思います。待機場もできてますね。一人しか今働いていませんが、もう働き手がやばい、4人しかいないので、これ以上ちょっと上げにくい状態ですね。さあ、それでは、あとは家の方もちょっと増やしていきましょうか。定期的にちょっと家増やしていかないと、人が全然足りなくなってしまいますので、増やしていきます。ちょっと待ってよ。あと、土地の価値が少ないのは、装飾品を置けばある程度は大丈夫になったと思いますので、こちらを立てて少し、価値を上げるか。こっちにも、大の公園ちょっと置きづらいな。家の形がちょっと微妙ですね。中の公園とかでなんとかならない？ここの、ここの井戸のところがやっぱり微妙に入らない。こいつなら建てればいけるけど、難しいですね。ここ建てておきましょう。あと、細かそうなフラワーガーデンとかこういうのを入れておきましょうかね。よしよし、こんな感じで大丈夫だと思います。石の方も少し減ってきたら、ここを崩すように命令しておきましょう。やばい。魚がいっぱいになっている。これ誰も持っていかないのか。ストレージここにあるのにな。で、堆肥場は OK。で、その他も見ていきましょうか。その他はまだ建設が全然出来上がってませんね。これはまずい。一旦建物関係はこれぐらいにしておきましょう。あと労働者たちがもうちょっと増えてくれないと、作業が回らなくなってきますので、こんなもんで一旦止めてしばらく見ていきます。さあ、4人引っ越してくれましたね。服装プラス20。お、ありがたいね。ちょっとこれをもらおう。即使用して20もらってしまいましょうか。これで、隠れコートの備蓄が必要になっていました。洋服の方がちょっと余ってるので、こいつはとりあえず15ぐらいに こいつじゃなかった。洋服の方を15生産にして、上の方を、メインで作ってもらうという形にしていきましょう。よしよし、これ、洋服ちょうどいいところに来ましたね。で、コート作る。で、こちらで靴を作れば、一応洋服類は大丈夫になりそうです。早くもツールとかもないので、どんどん品物が削れていってますね。ちょっと待ってよ。木材が足りない。で、人口の方が34人です、なってますので、家が足りなくなってる。問題がいっぱいだな。まず家の優先順位を最大にして、
現在建ててるところの次に作ってもらうと。で次に食品関係の畑とかが作れるようになりましたので、まあ、これもちょっと人数を見ながら作っていきましょう。さあ、いろいろなものができ始めましたね。建物の方と一緒にこういうなんか人手が必要なところも結構出られてしまいましたが、まだ5人の労働者の方がいるので結構まだゆとりはありますね。公園の方もできてきていますので、まあ、これでみんなの幸福度がちょっとずつ上がっていくと。土地の価値はこれで上がりましたね。靴、あ、やばいね。あ、洋服の方もマイナス12と結構厳しくなってきた。ということでちょっと人数を増やしていきましょうか。洋服作業の人を増やすのと、この人たちは、まあ、食べ物を取る。食べ物は、609必要ですが、1114作っていますので、まあ問題なく、プラスですね。で、靴の人もちょっと増やそう。これで、あと3人か。建築できるの人がちょっと少なくなってきましたね。で、住宅は40人分があるけど、今34人。6人か。子供たち。あ、子供たちは少ないけど、赤ちゃんが多いんですね。赤ちゃんが結構場所を取ってるので、まあこれはちょっと1年に1回ぐらい家を作っていくような感じでプラスさせていきましょうか。で、足りないのは隠れコートか。これがやばいな。生産が全然追いついてませんね。服も20着もらったんですけど、それでもちょっと足りない。人手をもっと増やしたいところだけど、これ以上人を割くことができませんね。やばい。やっぱり人不足出てきたよ。で、今が12月でマイナス4度。もう、こっちかな。薪を一回ちょっと止めましょうか。薪225あるので、まあ、これでしばらくいけるでしょう。で、石の方も少なくなってきたので、石も採石させる。こちらは肥料に徐々になってきていますね。生産量はちょっとまだ少ないですが大丈夫。食べ物関係もちょっと多い気もするな。さあ、11月でマイナス8度。これ結構やばい状態ですね。もうめちゃくちゃ寒い。コートがない。そして靴もなくなるというちょっとピンチな状態です。靴の方も毛皮が必要か。毛皮はたくさんあるので、まあ問題はないですね。こっちの方がちょっと心配だな。繊維と羊毛。こんなんあるのか？羊毛は、取った記憶がありませんが、まあどっかから手に入ってるのかな。大丈夫そうかな。では他にちょっと建てれるものを見ていきましょうか。あとは畑。食べ物関係では畑。で、これは町の荷の中心が必要と。これも町の中心ですね。ちなみに町の中心のタウンセンターレベルを上げるには、治療小屋、あと学校、墓地、取引ドック、そして最低でも人口が100人必要ですということみたいですね。これデモ版は60名までしか行けませんでしたので、今回はしっかりと100名頑張っていきましょう。お、ちょっと洋服が達したので、コート作りに全力を尽くしてくれるのかな？ OK。やばいね。全然増えた気がしないけど、まあ、ギリギリのラインを辿ってますね。OK。では、年が変わりましたので、さらに家の方を建てていきましょうか。2軒ぐらい建てようかな。とりあえず2軒建てて人口が増えるようにしていきましょう。よいしょ、こんな感じでいいかな。で、そろそろなんかあった気がするんだけど、マーケットプレイスとかは、あ、こちらもレベル2か。あとは建てないといけないのがやっぱり墓地ですね。治療小屋は、あ、治療小屋もすごい。治療小屋もめちゃくちゃ土地の価値上げてくれる。それだったらこっちの公園の代わりとかに建てといた方が良かったかもしれない。ただもうこれ以上は無理だな。町の中心のところにちょっと建てましょうかね。安定して。でもな、右の方は別に家がないから、それならこっち側に作っ
ってった方が、うん、良さそうな気もしますね。でも、これも左側使わないか。はい、ということで、町の中心のところに建てておきましょう。ただ、薬がまだないので、こちらは作ったところで、活動ができません。家の方が建ちましたね。これで全部で48人住めると。まだあと50人まではもうちょいですが、まあしばらくはこれでいけると思います。あと赤ちゃんが10人なので、これが成人に一気になってくると、まあ人手は足りるんですが、食料とかが結構厳しくなってくるかもしれませんね。その時に向けて食料をちょっとなんとかしないといけないし、まだ靴とかの問題も完全には回復していないので、こちらも頑張っていきましょうか。現在働ける人は5人と、いうことで、根っこですね、これを取ってくれれば、まあハーブが作れて薬作れて、まあ病院が建った時にしっかりと機能しますが、これがちょっと少ないかな。まあ今はとりあえず靴、そして洋服、あとは鉄か。鉄はここでいけるのかな。鉄鉱石を取る場所はありますね。炭関係は？これは何だろう。あ、金鉱石。炭をちょっと取らないといけなかった気がしますので、まあこの炭も、どっか山のそばですね。もうちょっと上に伸ばしていこうか。道路を伸ばして、少しずつマップを開くようにしていきましょう。はい、こちら病院の方、治療小屋立ちましたね。リソースの薪、そして薬が入れば、まあ病気の人がすぐ完治するということなので、まあこれはそのまま頑張ってもらおう。続いて50人になった時は学校を建てましょうかね。子供の今教育を受けてるのが 0% なので、まあこちらは作っていきたい。あとはどうかな？他になんか必要な防衛設備か。これはまだ作ったことがありませんね。で、鉄を作るところ、鍛冶屋は、ちょっと待ってよ。炭窯がありますので、これでひょっとして、あれかな。木炭は家を温めるためには使用されず、生産プロセスで石炭、なので石炭なくてもこいつがあれば、まあ、鍛冶屋建てて、道具の方は作れそうですね。よしよしよし。ということは、こいつを、ここは金か。これか。鉄を取る場所に建ててあげれば、おそらく鉄の方が採取できますね。よしよし。ということで、まあ、道具以外はなんとか補えましたので、今日のところはこれぐらいで終わって、また次回この続きやっていきましょうか。食べ物の方は、まあ、なんか、猿ギリギリのところではありますが、まあ、足りていますし、なんだったら魚関係を人増やせば、もうちょっとはなんとかなると思いますので、まあ、このまま、町が崩壊しないように維持していきましょう。では、この続きはまた次回。それでは皆様、ありがとうございました。